はい、どうも、タカディジャパン、タカディです。今日なんですけどね、私がキャノン EOS R8 とソニー ZV-1 を、まあ、同時購入したということで、ちょっとチャット GPT の方にね聞いてみたいなと思って、まあ、こういった動画を撮影しました。でね、キャノンの EOS R8 も、まあ、ソニーの ZV-1 も、まあ、タイプが違うカメラというのはまあ分かってるんですけども、まあでも、まあでもコンパクトでフルサイズっていうことでね、まあ、まあそれでも比較することもね、まあ違うかなと思うんですけど、まあチャット GPT に聞いてみたいということで、こちらですね、キャノン EOS R8 とソニー ZV-1 を同時購入した私はバカですかっていう質問をね、チャット GPT にしてみました。で、それでは、読んでみたいと思います。それは、あなたにとって最善の選択かどうかは、あなたどのような目的でそれらを使用するか、どの機能が必要か、どのような予算があるかによって異なります。キャノン EOS R8 とソニー ZV-1 はそれぞれ異なる用途に特化しており、それぞれのカメラには独自の優れた機能があります。キャノン EOS R8 は高速連写や高品質の静止画撮影に向いています。一方、ソニー ZV-1 はビデオ撮影に特化しており、優れたオーディオ機能を持っています。両方のカメラを購入することは、異なる目的に使用することができ、多様な撮影ニーズに応えることができるという意味では、合理的な質問、選択かもしれません。ただし、同時に2つの高価なカメラを購入することは、あなたの予算にどのような影響を与えるかをよく考える必要があります。また、2つのカメラを同時に所有することは、使い慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。最終的にあなたの撮影ニーズに最適なカメラを選択するために、購入前によく調べて比較することをお勧めします、という答えが返ってきました。ということでね、いやもうね、人間と話しているみたいだなって思いますね。なんでね、まあこれからもう、まあ明日っていうか、まあ、今日なんですけど、今日発売日で ZV-1 がね届くということなんで、まあおそらくね、うん、まあ、届いたらね、また EOS R8 と ZV-1 両方使ってみて、まあ全然違うっちゃ違うものなんで、まあこのチャット GPT が言ってる通り、まあ違うんですね、特化が違うんで、まあ特化してることはね、なんでちょっとね、ほんとあと数時間で届くと思うんで、楽しみに待ちたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。